女子の隣でバス酔いした陰キャ。明日の課外学習はバスで行くけど、勉強しに行くんだから、うるさすぎたり悪さしたやつはバスから降ろすからな。僕ら陰キャはバスから降ろされることはなさそうだな。いや、僕も中学時代はよくバスから離れろって言われたけどね。バスから離れろって悪さとかしてゲロ吐いて。おー、フリバースこの陽キャラめ。君の隣女子じゃん。ちゃんと酔い止め薬飲んだ。飲んだのにちょっと胃が気持ち悪いな。それ君めっちゃ胃弱いんじゃない。この絶対酔わないように1日1錠の薬20錠も飲んだのに。頭が弱かったか。胃荒れまくってるよそれ。じゃあもう少しで発車するぞ。もう出たか。いや、まだ校内だよ。いや、ゲロがね。あっしょー、まだ校内だよってか。これじゃ悪化したらやばいわ。なんか綺麗な景色とか見たらマシになるらしいよ。でも窓側女子だしあんま見れないな。じゃあ携帯で見ちゃうとか。別に景色の写真じゃなくても綺麗な写真なら何でもいいでしょ。自撮りとか。あ、気色悪い。自分に酔ってんのか。やばい、もう僕のミサイルが発射寸前だわ。何ちょっと格好つけてんだよ。じゃあちゃんとゴミ袋にミサイルの標準を合わせろよ。いや、僕のゲロは自動操縦。オフオートエイム。何ハキハキ答えてんだよ。あっぶな、袋に開けてよかったわ。うわ、なんか私も気持ち悪くなってきた。君のゲロのせいでもらいゲロしそうになってるよ。君のせいで吐いたらやばいよ。なんかしないと。あ、綺麗な景色見せるとか。これよかったら自撮り見せてる。チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますね。